どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回から徳川家との戦いが始まったよ。北条家に援軍もらいながら攻めていったな。作戦的には北条家に躑躅ヶ崎館、かっこ徳川家の中間あたりの城だよ。に攻めてもらって兵力分散を仕掛けたよ。作戦は成功して合戦も絡めて領地拡大に成功したんだぜ。まあ防衛は秀吉頼りだけどね。周りの城も城下町開発が進んだら防衛できそうなんだがな。裁量権以上も上げてるからこれでも多少開発は早くなってるんだけどね。で、今回はどうするんだ？また停戦期間待って徳川家に攻め込んでいくよ。あと前回の最後に言ってた部隊編成を少ししたから紹介していくよ。ただこれから徳川家の城落とすにつれて優秀な武将が仲間になると思うから、がっつりとした部隊紹介は秀吉との決戦前にしようと思うよ。まずは海津城。城主は久喜さんにお願いしたよ。領主は組頭が成長したらまた変わってくるんだぜ。久喜さんの息子来てたしね。次、飯山城。飯山城は西名さんにお願いしたよ。相変わらず秀吉は織田家攻めてるんだね。長宗我部家に同盟組んでないのに攻め込まないのが謎だがな。私もそれは思ってたんだよね。織田家の方が先に落とさないといけないって AI が働いているのかな？かもしれないな。AI の仕組みはいまいちわからないがな。でも一つ私作戦思いついたんだよね。なんだ？徳川家に私たち攻めていってるけど、この先城落としていったら多少は余裕できてくるじゃん。まあ徳川家の兵力も落ちてはくるな。でしょ？だから織田家とどんどん隣接してくるからしれっと漁夫をしようかなと。まあこっちも最悪徳川家を北条家が漁夫してきそうだしな。特に織田家の最後の城は積極的に狙っていきたいね。織田家の城が少なくなってきたら秀吉にも織田家に援軍で攻めてもらって、私たちが滅ぼせるように調整していきたいね。もしそれ成功したら一気に戦力増えそうだな。リスクも少ないし狙っていこうと思うよ。でもその前に本拠地移動もしたいんだよね。いよいよ最前線から本拠地が遠くなりすぎて、義明が参戦厳しくなってきてるもんな。あ、戸沢さん寿命が近いのかな。確かコメントで寿命早いってきてた気がするな。武勇一番高かっただけに痛手だね。この後戸沢さんと影勝さんを上司交代してもらうよ。じゃあ特性が強くなるのは影勝の部隊だな。だね、大浦さんの部隊も騎馬6だからこっちも強いよ。騎馬と砲術が上がっていかないと被害抑えれないからな。なるべく上げていきたいんだけど、まだ騎馬と砲術持ってる武将が少ないからなかなか組むのが難しいんだよね。しれっと家康織田家の防衛援軍行ってたな。あっち長引いてくれたら私たちの戦いも少し楽になるんだけどね。北条家の従属はまだまだ無理そうだな。従属で思いついたけど、織田家を従属できたら秀吉の勢力拡大抑えれるんじゃない？私も思ったが多分無理だぞ。あ、どっかと同盟組んでたら従属できないんだったね。そうだな、織田家は徳川家と同盟組んでるから解消されない限り無理だな。唯一できるとしたらさっさと徳川家滅ぼせたら従属は可能だな。確かに、てか北条家か秀吉がもし徳川家滅ぼしそうになったら、織田家が滅んでたら従属させるのもありかもね。それはいい考えかもな。橋場家には家康取られたらめんどくさいし、北条家にも取られるくらいなら従属させて援軍で家康呼んだ方が戦力的には上がりそうだな。徳川家の今後の方針は決まったね。ってことは自動的に織田家は滅ぼすことも決定したな。そうだね、秀吉の進軍の様子も見ながら漁夫を狙っていくよ。停戦が切れるまで2ヶ月カットしたよ。いつものように北条家に躑躅ヶ崎館に攻めてもらって、私たちも上から攻めていこうと思うよ。意外と北条家どこでも援軍の兵力あまり変わらなくなってきたな。もっと城落とせてきたら北条家の援軍にも城落としてもらえそうだね。じゃあ私たちは砥石城を攻めていくよ。出陣はいつものように義明さんに合わせてどんどん出陣させていくよ。あれ？義明が出陣候補に入ってないな。次なる手はいかに。あ、腰兵糧が足りてないね。ちょっと兵糧買い足してくるよ。ついでに小荷隊も干し上げようかな。すぐに本拠地移動しないならありかもな。本拠地移動したいけど金銭的に無理なんだよね。じゃあ小荷隊だな。ほぼ全財産使って兵糧買って小荷隊も干し上げたよ。最前線の軍団は作らないのか？もう少し徳川家の城落としたら軍団は作る予定だよ。そしたら収入も多少は増えそうだね。
美味しい合戦来たな。異風弱発動できるね。参戦部隊はこんな感じ。能力と特性的には吉明さんと影勝さんが強いから中心にして戦っていくよ。雪村いるな。元服したみたいだね。これは徳川家滅ぼしていきたいね。影勝さんの牙で小さい部隊蹴散らして退路潰して勝ったよ。やっぱ牙と砲術がレベル上がると部隊の破壊スピード上がるから退路までの到着が早くていいな。我らの名が知れ渡ろうぜ。どやまさかこいつ本当に毎回反応するな。伊達家とか反応してくれてもいいのにね。異風弱で戦況は変わりそうか。どうだろう。ちょっと見てみるね。これもしかしたら不可思城もいけそうかも。まだ徳川家の援軍来てるぞ。多分合戦使いながらしのいだら2つ同時に落とせそうだよ。部隊の半分、2万ほど不可思城に送ったよ。お、思ったより早く城落とせたな。城乗りついてる部隊あったみたいだね。あ、今回は投用なかったな。じゃあこのまま砥石城攻めてた部隊には不可思城に来る部隊を前線に出て止めてもらうよ。うまくいけば合戦で全部しのげるから被害は抑えれそうだな。ただ腰兵糧が少なくなってきてるから帰ってもらう部隊も出てくるし状況見て動いていかないとね。陣を整えよ。ってことでどんどん合戦で敵部隊蹴散らしていくよ。騎馬最強。今は砲術持ち少ないからな。不可思城の部隊は分かれた部隊が蹴散らしてくれたみたいだね。あとは合戦で蹴散らしたらもう一つ城落とせるかもしれないな。あ、ついに家康さんと戦う時が来たね。勝てば異風弱だし本当にもう一つ城いけそうだな。参戦部隊はこんな感じ。兵力600で借り出される雪村かわいそうだな。とりあえず家康さんと忠勝さんに気をつけながら戦っていくよ。結構被害出たな。家康さん退路に引きこもるからほぼ全部の部隊と戦うことになっちゃったからね。しかもコブマップだったからより戦いづらかったよ。ちゃっかり捕獲できたんだな。縛り上げなさい。多分無理そうだね。秀おじとの決戦になったらもし主力が捕獲とかできたら処刑しようかな。まあこっちの戦力にはならないがありはありだな。ドヤー。吉明さん最近ドヤ顔増えて嬉しそうだね。お、これは本当に城もう一ついけそうだな。腰兵糧やばい部隊は帰ってもらっていけそうな部隊だけ上原城に攻めてもらうよ。あとは多分こっちの兵力足りないから補うために北条家に羊ヶ崎館に攻めてもらって兵力の分散を仕掛けるよ。編集の時に思ったけど羊ヶ崎館に援軍じゃなくて上原城に援軍でもよかったかもね。そうだな。結局上原城に攻めてるのは3部隊だよ。兵力差的に落とせるか微妙だな。不可思城は落とせるだろうけど上原城は厳しいかもね。あ、降伏したな。どっちだろう。不可思城だな。ってことは北条家の援軍で兵力分散できなかったら上原城に攻めてる部隊は撤退させないとね。全員投用できたな。正幸さん固有戦法持ち出し早く昇進させないとね。不可思城組は腰兵糧ない式場だな。あとは分散できてるかだね。戦が始まる。備えよ。うん、全然分散はできてなさそうだな。やっぱり上原城に援軍を送ったらよかったね。半分近くまで削れたけど撤退したよ。てか不可思城に攻め込んできてないか。え、マジか。守りきれないから仕方ないから秀おじ召喚しようかな。それしかなさそうだな。あ、防衛要請もできるようになってるね。ってことは橋化けと隣接したってことだな。いよいよ決戦も近くなってるんだね。早く徳川家滅ぼさないとな。話はついたな。ってことで今回はここまで。次回停戦明けにいろいろ武将昇格してるかもしれないし、今回落とした城の城主紹介は次回するよ。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。